そいつプラス、うん、プラスなんでこいつもおプラスほう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 で、これだけやねんけど、はい、ここにもピンが止まってね。見えるかな。あ、ちょっと待ってくださいよ。いてててて。よいしょ。これや、うん。で、これ、マスキングテープとかつけて、はい、このボディは掘るからいらんねんけど、はい、いる人は、もう、ここにマスキングテープ巻いて、入れてもらって、ポンと。はーい、うん。よいしょ。こんな感じで。おだから、つけるのは、はい、さっき、こっちつけた方がいいな、うんうんうん、こっち外してこれを取るか入れるときにこの間にこの入れ込むか、うんうんうん、入れるときちょっと難しいからで、ここここいつは外しとけんかったら、はい、このレインレールとこの水のこの入るこのレールが、おなあ、取れた、うん、ここはまあ、はい、比較的簡単じゃない、うん、これをあこれつけるときはちょっとブチルつけて、はいはい、水とか入れへんようにな、はい、へえ、反対、うん、ではい、うん、ピラここは、うん、先取っといてもええし、うん、これ、うん、はめ込みやろ、うん、こいつな、こいつ落とせん、うん、シートベルト外すな、はい、でこいつのピンがまた、うん、ちょっと立ちが悪いっていうか、ピン2箇所かな、おー、うん、もうちょっとここや、ここ、うん、ここな、うん、これな、うん、このピンって方向があって、はい、パチッと行くときと行けへんときは、はい、この抜けへんときって方向があんねんな、へえ、ちょっと見えへんねんけど、うんこれうん、抜けへん方が正解やな、ほう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 、抜けるときはちょっと回転してるから入りにくいとか、うん、パチンと入れへんねんな、うんうんうん、多分向きがあるわ、うん、気持ちよくパチッて入るとこが本番の向きですね。で、このここやね。いるかな。まずこのちょうどストライカーの真、はいはい、うん筋ぐらいにピン。うう。あのね。でもう一丁この。この斜めの角度で斜めの角度でここ、この辺やはははははなんかちょうどこのゴムの、当たりゴムのこのライン、はい、下のラインぐらいな、うん、おぉこれ取れへんかったら、ピン曲がるからお気をつけて、うん、ピン、はい、ピン外してはい、まあ、シートベルトキャッチ外して、はいはい、で、この、これねこことここ、うん、これもちょっと変形してるから、はい、外してもうて、はい、でラジペンとかでちょっと分かるやろ、ま、うん、っすぐ向いてないからクッと三角形になるようにちゃんと、おうでここをクッと締めてもうて、へえ、そうしたらまた次入れるとか落ちるか、はい、うん、こっちはいいやな、うんこれなくさんやん取れた、うん、はい
な、これで反対もいいけど、このシートベルト、うん、これのやつはもうちょっと落とさへんように、はい、すごい、うん、このファッションバー入れるときは、はい、このボルトのこの普通入れへんときはもうこのまま入れれんねんけど、はい、入れる場合はボルト抜かなあかんから、うん、一旦これを外しようとしね、このネジが落ちひんようにするやつ、うんうん、でこの順番を覚えてて、うん、で逆に元に戻すときは、うん、このままこう入れて、うん、ネジが落ちひんようにするやつが大事、あとはこのうちのカバーも見とこうか、はい、このうちにもカバーついてんの、おお、一箇所はこの差し込みやねんけど、はい、一箇所ここにピンがある見えるか、見える、このよいしょ、あらららららら、あ、ちょっと電気これ、よいしょ、こんな感じね、うん、で、ここここれはもう簡単に、うん、だからここつけ、ポチッとつけて、はい、で、ここピンで留めて、で、うん、こいつが、ほら、変形してるやろ、うんうん、ちょっと暖かいとこでヒートガンとかでぬくめてまっすぐなるようにうまいこと、これがね、そこ上向いてるやん、ちょっとこう自然にヒートガンでまっすぐなるようにしてもうたら、まあしっかりするかな、おで、ここ、はい、乗れへんようにして、はい、で、もうあとはもう、うん、このままフォローをガバッと上げてもうたら、はい、これとりあえずステーの取り付け12で、うんうんうん、で、ここが一番やりにくいかな、どう見りな、うんうんうん、4本、いや、いっぱいあるわ、いっぱいあるわ簡単的に言ったら2、4、6、8、9、10、13か。わお、13箇所ですね。うん、13箇所と、はい。3。うん、3、3、3、3な。かな、ここと、うん、奥んとこ見えるかな、あら、見えへんな。うん、こんな感じです。まあ、これはもうちょっと、はい。で、エアラチで外していこうかな。はーい、まあ。これはもう外し方とか、まあ、こうで、まあ、ええし。まあ、閉めるのはちゃんと手で閉めなあかんけど、はい、外すもんな、うん、まず、うん、端っこ3番外したら、はい、こんな感じで、はい、今日見たな、うん、こいつな、うんうん、ここ覚えとかな、うん、この捨ての一番奥側、うん、これ一本だけなんかちょっと違う、うんうん、いや、これを間に入れて捨てをかまさなかったら、はあ、はあ、うん、この位置だけ覚えとかなかったな、うん、はい、あんまりエアラチェとかでやりすぎたら、はい、あ、これがさっき言っとったやつか、ここにこんな感じでたの、はい、ナット落としてしもたらえらいことだな、
で、ここも、ここ全部等ミリな。はい。うん、で、クリップとかは、ピン抜きとプラスドライバーやな。うん、必要効果。うんうん、これ緩いな。これも、方向覚えといても、はい。逆つけたらあかん。ダメです。これも綺麗から、錆がないから。ほんまだ、うん。これも売ろうか。はーい。これも、これ下に大きいねんけど。上かは落ちひんけど、下の2本は落ちるな。こう、これは、うん。隙間が空いてるんですね。そう。なんか慎重にこう手で、ちょっと取らない。この。で、まあそっちが。うん、で、この6本を全部外してもったら、はい。とりあえず、まあ内からでも外からでもええねんけど、はい。この、レインレール、この水の、この、うん、レールを、うん、まあうちはこっちから引っ張ったり、はい、外はこのこっちから、うんうんうん、外、コールの外から、よいしょ、このネジのついてる部分が全部刺さってるから、はい、こうやってな、ナットがついてた分が、ナットかあんな感じ、うん、冬はちょっとぬくめてからせんとバリッと割れるかもね。これで、うん、オッケーやねんけど、はい、わかるかな、元戻ってんの、うん、わかる、元戻って、また何度か入るやん、あがちょっと、うん、もう抜いてもうて、うん、ずらすとか、うん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 、外すのか、お、うん、入ってる、まだ入るやろ、うん、ちょっとこう外に出した方がいいかな、あんまり下に垂らした方がいいかな、まあそれはまああれやな、うん、ちょっと真ん中へこまして、うん、はい、こっちにたわましないしな、うん、うん、うん、わー取れた、うん、こんな感じの方が割れへんかもからね、まあこんな感じ、ほら、はい、破けてない、うんうん、あれかないか確認、まあ縁のこういう裏生地ぐらいめくれてる、ちょっとバリバリ、うん、あとはこの横目が破けてないか、うんうんうん、うん、ホロカバーつけとったから、はい、多分綺麗なやつ、うん、よいしょ、こんな感じ、あとだからここやな、ここ、この水がビューッとこう流れてくるように、うん、こっちが、
よいしょ。ここ垂れるかな。ここに。ほう。これか。ほう。それほら。ほうほうほう。これ多分お金が入ってんちゃうかな。ほんまや。1円や。1円だもん。だからこういうことしたら、はい。溢れてきて、この辺錆びてくるとか。はははは。どうやったら、え。あっちも同じように、うんうん、だからてもらってここ掃除したった方がいいな、次付け替える時と。そういうことですね、うん、外した時は付け替えた方がいい、うん、1円儲かったけどね。あだしゅうこんな感じですね、うん、あとは外した後も、うん、なんかあとはもう順番ここ、はい、この内側ね、うん、うんうんうん、内側とでこのこいつ取れへんかったら、はい、レインレールは取られへんから、うんうん、うん、気をつけて。だから後先、はい、ここつけてからこれつけるか、うん、まあそれはちょっとやりながら工夫してくれたら、うん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 、うん、それぐらいやな。注意点はね、うん、で外すときはここのあれ取ったら戻っていくからちょっとタイマーして。うまい人だったらカーペットをこう、うん、ベロッとめくしてやってもいけるけど、うん、まあ外したら早いかもね。うんうん、そういうことね、うん、まあ、そこ注意かな。あとはここあんまり乗ったらボコボコになるからね。はい、うん、それぐらいやな。オッケー、よいしょ。というか思ったより重たかった。まあ、まあ一個ずつじゃなくて、まあ、この状態からまあ、はい、なんていうの、フォローを外す、うん、でつけるのはまあ逆やから、はい、逆再生してもらったら、はい、こんな感じです。オッケー、外れました。よいしょ、うん、まあ、こんな感じやから、もう 大変は大変やで。一人の時は真ん中持つんですか。一人の時はちょうどあそこで折りたたんで、うん、今広げたもん来て半分な、うんうん、それを全部きれいに折りたたんで、そやな、まあ、2人でやった方がええわ。そうですね。うん。で、皿のやつはもう引っ掛けて破けたら最悪やしな。ですね。まあ、皆さん、基本は2人で作業してください。うん、じゃあ、よかったら、作業の参考にできていただければと思います。じゃあ、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画を見てね。バイバーイ。ちょっと今、出品の最中で。はい、このカップホルダーの修理な、うん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 、まあ、ちゃんと別でちゃんと修理は出してんねんけどね、うん、まあおまけみたいな感じでおまけ動画でいい、うん、このフックが、この止めてるフックが、うん、これな、うん、割れんねやか、うん、でこういう、うん、やつにこの、まあ、ワッシャー入れて、はい、もうこのクックも割ってもうてない、うん、へえ、ほんまや。そうそう、はじめあの、うん、金具をグッとあの、うん、焼いてしとってんけど、うん、へえ、これでいいんや、うん、これが一番早くて、はい、あとうんうんうん、ちょうどこの爪が割れてるから、うん、ここなんか割れてるやん、うんうんうん、でちょうど穴が開いてくれる。ああ、そういうことか。そうそうそう、そこにビスを太いの入れたらあかんで、合うやつをね、うん、長いの入れてもあかんで、うん、ちょうどここに貫通せえへんよ、うんうんうん、一番短め、うん、細め、ワシャワ入れとった方がええわ。うん、なんでですか。スプリングのが輪っかがでかなるやろ。ああ、そういうことね、うん、この頭の大きいビスがあったらいいけどね、うん、うんうんうん、で一発勝負やからあんまり締め込んだら、はは、ここ白なって割れてくるから、はは、この筒が、はははは、うん、うん、こんな感じで、ね、うん、おまけ動画でカップホルダーの修理でした。そうそうそう、ああ、いけたいけたいけた、お前、うん、こんな感じです。参考にしてみてください。